はようございます、今日は10月13日ですね、気温が 17.1、湿度 92%、室温が 19.3 で湿度 56% ですね、はい。今日は何にするかというとガテマラです。ガテマラにします。ガテマラフェアというか、ハロウィンに合わせてガテマラ、まあガテマラとかガテマラ深入り、ガテマラのブレンドみたいなものを、今やってるんですが、今日はまあ、ポット2本作るんですけど、1本はガテマラにしようかと思っています。今日の格言、発見はすぐ近くに存在する。発見、まあ何でもそうだと思うんですけど、発見って大きな大発見もあれば、些細な発見もあり、まあいわゆる特許でいうと、いわゆる特許というものもあれば、ちょっとした工夫をしましたという実用新案もあるわけですよね。でデザインをちょっといじっただけの意匠というのも、ありますが、まあとりあえず、どの発見でもまあ大体、あれですよね、身近なところに存在するという感じがしますよね。はい、まずはお湯を用意します。はい、まず真ん中に刺します。下に落ち始めたら周りに溶けますね。はい、全体に火を取って3分です。ちょうど今、この前、27度の、ペーパーを使っていろいろとやってた中で、目詰まりに関してちょっといろいろと、やってたんですね。目詰まり起こしたか、ペーパーが目詰まり起こしたかどうかをこう調べるっていうのをやってて、でリブがどう効果があるかどうかをやってたわけですけど、松屋式で一応今んとこやっとるわけですけど、例えば金枠と大野とハリオと、まあフラワードリッパーのフラワードリッパーというのを同じ条件で、例えば松屋式をやったと、もしもした時に、ペーパーの目詰まりの仕方っていうのはどうなるんだろうかっていうのをちょっと、実際に、やってみたいなという気にはなっております。結局、それをこうラミネートかけて、保管ができるっていう、後で、ゆっくりと確認できるっていうのは、一つ発見でしたよね。まあある意味この発見っていうのが、まあいろいろと、実験することができる可能性を持つなというふうに思ってるわけですよ。と、例えばいわゆる攪拌をかける、抽出で松屋式のように粉を動かさない抽出、その時に、微粉はどうなっているんだろう。で微粉というのも、ペーパーに到達しただけでは、絡まってないので結構、粉として外れるんですね。だから粉として外れるっていうことは、
乾いた状態で粉をこう捨てるとサラサラって抜けていくんで、まあ、大体まず大まかい粉はそのまんま紙に絡まってることはないので、バラバラっと外れるんですね。だからその状態であとは細かい粉がどこまで、へばりついているか、まあ、止まっているかっていうとこを、まあ、調べていけば、この式のペーパーの場合はどうだ、ペーパーっていうかこの式の、抽出方法の場合はどうだ、メリタ式の抽出方法の場合はどうだっていう風になってくるわけですね。でその時にもっと言うと、ペーパーの、例えば目の詰まってる系のペーパーとそうでない粗い系のペーパーというので、その乾燥させた後の紙の状態っていうのは比較ができるなという気もしますんで、まあ今うちは、アバカのペーパーを使っているのでアバカで、いろいろと、試してみたいな。まあ同じ条件作るっていうことはまずペーパーが一番重要になるだろうなと、目の詰まり具合がこの場合は多分重要になる。そういうふうに、実験していけばペーパーの例えば100円ショップのペーパー、ハリオのペーパー、サニーのペーパー、いろいろなものでその目詰まりの、形が違ってくるのかもしれないなという気はするんですね。そういう、ちょっと実験はちょっと、やっていきたいなという気はしております。まあその辺は結構やってみりゃ簡単な実験なんで、誰でもができる、面白い実験かなと思いますね。特に攪拌をかけて、抽出した時に、起こることと、松屋式のように粉を動かさずに、やった時に、起こる状態っていうのは多分違いが現れると思うんですね。攪拌をかけて、ドリップする人たちでよく、最後の方お湯が通らないという人たちは結構いるんですね。それは何かっていうと、粉をこう攪拌させたことによってペーパーが目詰まりして、そしてその状態でコーヒーの粉は沈むようになり、その状態で結構お湯が通らなくなるっていうのはまあよく、あることなんですよ。まあよくあることっていうのは そういうこういうふうにならない方がいいですよっていう、まあことは言うんですけど、まあ、まあまあよくあるわけですよ。でまあそういうふうに、お湯が通らなくなったらどうすればいいですかって言ったら、一番簡単なのはそこでやめてあとは、薄めてやることだと思うんですけどね。もうお湯がもう通らない事態で、抽出としてはもうダメなんで、そこで無理して、お湯をさして、なんとか量を取ろうと思うこと自体、無駄なんで、とっとと諦めて、その時は薄めて、自分の好みの濃さで飲むっていうのが基本的に、正しい方法となるわけですよね。だからそういういろいろなペーパーの状態で、コーヒーかすを乾燥させて、あとチェックするっていうのはちょっと今やってみたいなというふうに思っています。コーヒー入りましたね。
コーヒーありました。ガテマラキャンプで、ああ、もう2本入れるんで、1本はブレンドで1本は単品でもいいかなと思ったわけですよ。はいはいはい。なんかここのところ時の深入りとか深入り魔法使いとかを飲んでたので、はい、あれちょっと軽く感じますね、ガテマラなのに、うん、深入りにちょっと慣れてた感じが。うん、だけどあれですよね、やっぱ中入りは王道のような気するけどね、うん、王道だね、やっぱりね、うん、やっぱコーヒーはこういう風だよなっていう気がする。うん、でもってまあある意味普通じゃんあのアナエロとかなんかと違って普通じゃん。うん、コーヒー、ザ・コーヒーって感じじゃん。うん、多分こういうのが飽きないコーヒーなんだよな。うん、なぜあれですから、あの35年間ブレンドも単品も変えてこなかったですからね、うちは。あ、うん、まあいいんじゃないですか。うん、だからあの長屋改革でいろいろなお豆のブレンドとかなんかがまあ今までもあったんだけど、それをこう棚に置いてお客さんに見せるようになったわけですけど、うん、これでお客さんも新しい豆というのと出会う機会が増えて、これはすごい良かったなという気はしますよ。ああ、ここの話ですか。ここの話。あ、今度のコーヒープランもっと、すごくなりますけどね。なんせコーヒー豆を全部冷蔵庫に入れますので。あ、そうですね。今のように常温のとこに置かないんですよね。もう置かないですよ。うん、もう焙煎後もすぐ、はい、保冷っていうかに保管して、そこからハンドピック、ハンドピックしてる時ぐらいですよね、外に出てるのは。焙煎後はハンドピックしてる時ぐらいで、あとは全部こう、ある程度の温度下がったところに全部置きますし、店頭は常温では置かないので。だからまあここまである意味管理された状態を作るっていうのはすごいですよね。うん、分かんないですけど、まあ、まあハンドピック中ぐらいの感じということで。そうですね、常温ははい、はい、そこまでこだわるという、代表の超こだわりというやつですね。はい、世界のマウンテン、結構数、もう予約が入っております。世界のマウンテン予約が入っております。で結局こっちは出していいの、予約の出さん方がいい。予約の、はい、あ、予約のじゃない、ネットの予約はおかげさまで完売となりました。はい、あ、もう一応あの予定数で一応やめということだね。ネットの方は、うん、で店頭の方は、うん、店頭で予約を受け付けております。うん、店頭分、はい、うん、は受け付けております。まあ結構の数で、こっちもね、そんなに数、このブルマンはちょっとあんまり数がないので、はい、はい、なるほど、申し訳ないんですが、はい、現在、そういう状況でございます。ちょっとこのガテマラちょうだい。はい、わかりました。
ばちょっと甘くてさ、うん、いいよね。はい、うん、はい、ということで今日はここまでにします。